Hey, how's it going, everybody? My name is Kaz, and welcome back to Alakazam World vs. Sword Art Online. This is like my third time doing the intro because I keep messing up. But anyways, in the last video, we found out why Black Lotus was attacking us, and how Black Lotus and Silver Crow got inside Alakazam Online, fought a boss, and we found Straya, as well as Pina, but we don't know where Silica is. But anyways, this is the old hotel, wasn't it, that we used to go in. Now we don't even go there. Hey, bro, do you know anything about my friends? I saw a really cute-looking gnome girl out in Woggling. She was by the cave out west. I ran into a really talkative Katesith girl in front of the cave by the windmill. Okay, I've already did that. Do you know anything about my friends? I swear I heard a girl's voice near the ruined building in the middle of Woggling. But all I saw were some barrels behind a rock. Oh, what if it was a barrel ghost? You can break the barrels and wooden boxes out in the field if you attack them, you know. Oh, I didn't know that. Thanks for letting me know. Alright, based on my last video that I totally did not look back at, it was over here, apparently. Really? Was it? It was like back here? Yeah. So it's like right here. With all these boxes. That one's colorful. Yeah, finally. アスナ、何か言ったか？ううん、何も。そうか。助けて、助けてください。え、タル、今タルから声が。 おい、こいつはまさか。 ありがとうございました。まったく、あんたってば、なんだって樽の中なんかにいるのよ。<笑>まあまあ、リーズ。とにかく無事でよかったよ、シリカ。今日はずっとピナと二人だったのか？いえ、シノさんとリーバさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって、途中でモンスターに襲われて、 びっくりして樽に入ったら。なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。はい。そうか、シノンとリーファも草原にいたんだな。はい、きっと今もどこかで迷子に。この場合、迷子はどう見てもあんたの方じゃない？うふ。<笑> まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。Alright, finally! Silica joined your party. これは… セブンちゃんが作った外部通信システムからのアラームだよ! 相手は… 気候家か… やあやあ、キリト君。元気そうで何よりだよ。 ごたくはいいから、さっさと状況を教えてくれないか。そのために駆けてきたんだろ。なんだよ、釣れないね。まあこんな状況ならそれも仕方ないかな。少し待ってくれ。今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃっじゃーん、プリビエット、みんなのアイドルセブンちゃんよ。セブンちゃん、 アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね。ユイちゃんがそんなことに、ごめんね。みんな、なんか私一人ではしゃいじゃって。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってからこうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも今の状況を教えて。 運営のレクトはどう対処してるの？もちろん、レクトとは話をしたわ。でも、残念ながら解決の糸口になりそうな情報は何ももらえなかったの。まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナバベルというプレイヤーや
NPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か発生する前にログアウトを推奨した。それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだキリト君。まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ。レクトに確認も取った。できないよキリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらって、ユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで再ダイブをシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。分かった、好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら、無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。うん、お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよキリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういやこの子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや構わないさ、話を続けよう。ああそうだな、飛行家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクロウも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めしまおうぜ。 Alright, sad part was I didn't really get to pay attention to the one part during that whole thing, but I do know that we weren't supposed or we were supposed to log out and Kukuo, whatever his name was lying, and Seven there being MVP, and then they talked about like Klein andall still being in here, and I don't know what happened after that. Well, I do know, sorta. But yeah, we had a lot of messages going on. Okay, enough about that. Episode 4. According to Seven's information, all of K-
Kirito and Asuna's friends are still logged in, yes. During their search to find them, they hear rumors of a silver avatar. Silver Crow! Hey, let's talk, buddy. 今回はあそこに出たか。前とは違う場所だな。よう、あんたたちも異界ゲートを調べに来たのか。緊急メンテ通知後にフィールドに出現するようになった謎のゲートさ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所も謎、出現時間も謎、しかもその先は見たこともない異空間だ。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ、これはとてつもないロマンだね。ああそうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。銀翼のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。 That's what I was gonna say. Man, he's just hanging around. But yeah, let's go. Other world. Is it this? Are we going the right way? I actually don't know. There's something purple that I want to check out over there. I mean, it can't just be that part, right?There has to be a reason why the thing over here is purple, right? I hope. Better pass it. This way. It's this thing. Pretty sure this looks like a portal to another world. 異界へのゲート、これか。確かに前はなかったね。銀の人は見当たらないか。好奇心旺盛なやつだ。もしかしたらゲートに入ったかもしれないな。すまないが、少し探索に付き合ってくれるとありがたい。もちろんだ、ロッタ。みんな、気を引き締めていくぞ。Alright, I guess just let us go. Let's see what's in here. Let's go to the Exo World. Burst Link. Right? I don't know.I'm embarrassing myself. I'm about to watch the series again. Because I want to know what happened. I forgot. Otherworld, World's Endstage. Yep, this is what I remember of Exo World. This type of thing. It's pretty dead. And busted. In holes. Broken town. You know, people fighting. ここの景観もだいぶ変わってるな。ここは世紀末ステージ。侵入不可能な廃墟群の並ぶ場所だ。世紀末、私が元いた VRMMO にここと酷似した場所がある。なんだって。ここだけではない。草原の荒廃した建造物や町の繁華街の雰囲気、まるで我々のゲームの要素が ALO に権限しているようだと思っていた。そいつはペルソナ・バベルの仕業なのか。それは私にもわからない。そうか。わからないことを話し合っても仕方ないわ。まずはクロウとやらを見つけ出して少しずつ整理していきましょうよ。ロウちゃんどうしたの？なんか元気ないみたい。ロウちゃんとは、もしや私のことか。うん、そうだよ。ブラックロータスとかロッタちゃんって言いにくいでしょ。それなら短い相性がある。え、そうなの？教えて教えて。私を昔からよく知る者はサッチン、もしくはサッチャンと呼ぶよ。かわいいね。じゃあ私はサッチンって呼ぼうかな。Well, that just seemed like straight up to give nicknames. Alright, here we go. We can't fly here. Silver Crow! Where are you, friend? Oh, okay, never mind. Sachin, やっぱり元気なさそうだね。
私でよければ何でも相談になるよ。ストレア、君は確か NPC だと聞いた。君ならこんな質問にどう答えるだろうか。アバターが過去の VRMMO に移動するなんてことがあり得るのかどうか。それってつまりサッチンがそういう状態ってこと？なんて名前の仮想世界から来たのか言えなかったのはそういう理由？未来の別のゲームからやってきたって言ったところで誰も信じないだろう。むしろ疑われるかもって。ストレア、いや、すまないな、変なことを言って。私自身この状況が本当にそうなのか、だとしたらなぜ過去と現在の仮想世界がつながったのか少し混乱しているんだ。私はね、もともとはユイと同じ MHCP なんだ。じゃなくってだったんだよ。プレイヤーたちの心を癒し悩みを聞く。そうすることで存在意義を見出してもらうの。答えは導き出せないかもしれないけど、聞くことならいくらでもできるからね。ああ、ありがとう、ストレア。どうした、ストレア。これ、何？突然、頭の中に何かが干渉してきて。ストレア、おい、しっかりしろ。なんだこれは。キリト、アスナ、みんな、ストレアの様子が。どうしたんだ。わからない、会話をしていたら突然。ロータス、君にも変なエフェクトが出てるぞ。私はまだ大丈夫だ。それより、私の中に。ストレアさん、しっかりしてください。ストレア、今このものから発せられている声はこのもの自身の意識によるものではありません。今よりはるか千年後の未来より送られています。な、何？千年後？ちょっとストレア、何を冗談言ってるのよ。今はそんな遊んでる時じゃ。妖精たち、時間はありません。この千年の時を超えたつながりはとても微弱で、いつ途切れてもおかしくはないのです。って言われてもな。これは未来の世界の誰かにストレアが乗っ取られたってことなのか。突拍子もなさすぎるぜ。普段ならそう思うところだが、今回の一件もあるし信じる価値はありそうだ。千年後の未来人でいいのか。あんたがどうやって過去に音声を送ってるのか理屈を聞いてる暇はない。あんたが俺たちにアクセスした理由、ペルソナバベルと今回の ALO での異常事態に関連してると考えていいんだな。皇帝。教えてください。一体どうしてユイちゃんがあんな目に遭ってるんですか。黄昏の魔女は千年後の未来に生きる者。魔女は自らを過去に送り込み、小妖精の封印と抹殺を図っています。封印と抹殺？理由は何だ。それがこちらにとって望まれていること。黄昏の魔女はそう考えたのです。ユイちゃんの抹殺が未来の世界で望まれていること？そんなありえない。これって本当なんですか？
いくら VR 世界とはいえ、私にはやっぱり時間を移動するとか信じられません。猫妖精よ、時間移動は可能です。量子回路を通じて時間流に乗りたどり着く。黄昏の魔女はそれを実現しました。今のこの声はその術の一部を使用しているに過ぎないのです。マジみたいね。現にそこにいる黒き鋼の少女は妖精たちの生きる時代よりも未来の世界より権限せしものです。ロータスさんも未来から来たってことですか？とはいえ、そのものの時間流の移動は千年とは比べ物にならないほど微弱な規模のものです。おいおい、どういうことだよ。接続に限界が。待て、もう少し聞かせてくれ。黒き鋼の少女、案ずることはありません。黒き王の騎士たちもまた妖精の世界へと来ています。何？王との再会を皆心待ちにしていることでしょう。ネガネベラスのみんなが。妖精たちに全てを打ち明けなさい。みんな協力してくれるはず。おい、もう少し話を。おい、え、キリト、どうしたの？もう両肩掴んでブンブンしないでよ。ストレアに戻ったようだな。ん？みんな私の方見ちゃって。一体どうしたのよ。ロータス、心配ない。急にめまいがしただけだ。大丈夫か？先輩、先輩に何をした！？お前、先輩から離れろ！お前が先輩を！待て！Oh crap. Listen to me, big pig. Okay, this time we got it. No, don't you dare. It's my turn to win. Stop it. We're both main characters. No, you're being just like her when she fought me. Let me up. Hey, let me up. There we go. There we go.というか君は、な、ちょ、やめ、先輩くすぐったい、ダヒャン。変な声を出すな。な、あれ、ご、え、ぶ、豚さんです。え、なんで、どうして僕この姿に。ようやく落ち着いてきたようだな、この愚か者。いざ、どうしてほっぺをつねるんですか。
いつものように頭に血が上っていたからだ。この者たちは敵ではない。そうなんですか？まあ再会できてよかったな。すみませんでした、キリトさん。いや気にしないでいいさ、シルバークローン。晴れ行きだっけ？君も大事な人を守りたかっただけなんだろ。はい。ありがとう、ハルユキ君。さて、じゃあ改めて聞かせてもらおうぜ。はい、気になってました、あの未来の人の言葉。そうだな、すべてを言わねばなるまい。私とハルユキ君、シルバークローは君たちの存在するこの世界よりも少し先の未来の世界からやってきた。先輩何言ってるんですか？ここは確かにブレインバーストとは異なる仮想世界みたいですけど、未来だとか過去だとかはさすがに。ブレインバースト、それが君たちの生きる仮想世界の名前か？ああ、だがもう言っても構わないさ。あの未来のものも問題ないと言ってくれた。生きる時代が異なるのならなおさらな。この仮面も外そう。私の名はロッタ改め黒雪姫という。キリトたちからこの世界のことを聞くたびに引っかかっていた。アルブヘイムオンライン、それは私が生まれる数年前にあった VRMMO だ。ここは西暦2026年の VRMMO。 君たちが2047年からやってきたということは、私と晴行君にとっては21年前の世界ということになる。なんだかやっぱり信じられませんね。確かにこれまで私たちいろんなことを体験したから、もう大抵のことには驚かないつもりだったけど、さすがに今回は開いた口が塞がらないわ。でもペルソナバベルは君たちよりももっともっと未来、千年後から来てるんだよね。ペルソナバベルのあのルール無用の能力も未来の技術ってことなの？実感が湧かないな。なんだか僕呆然としちゃって考えがまとまりません。私もさ。ただこうなってしまった以上は見て見ぬふりをするわけにはいかない。この世界にブレインバーストの要素が顕現していることも私たちが来たことと無関係だとは思えんしな。でも先輩、それはそのペルソナなんとかっていうやつの仕業なんじゃ？その可能性は高いとは思うが、断定するのはまだ早いと思うんだ。奴が行ったこととして確実なのは、塔を作り出しその中にユイを封印したこと、そして塔を守る異常に強いモブを操っていることだ。異常に強いモブを。ようやく私の存在を思い出したようですね、しもべ。こいつは？わあ、可愛いです。お人形さんみたいですね。本当ね。ちょっとゆいちゃんを思い出しちゃうな、アスナ。寄ってたかってブレーナ、我こそはビーイングの最高位、大天使メタトロンなのですよ。ビーイング、大天使メタトロン。すまんが分かりやすく説明してもらえると助かる。はい、分かりました。でもメタトロン、どうしてその姿に？いつもの光る石みたいな。
それはこっちが聞きたいくらいです。というか意思とは何ですか。とりあえずラインに戻ろうぜ。一旦落ち着いた方がいい。そうだな。I was just about to say about X-World and SAO, like, weren't they in the future? And then I was, like, trying to think, like, people were saying, like, Black Lotus might be the daughter of, like, Kira Tanasana, which I don't think it is, but that's what I saw someone say, and I know it's in the future and all that. So I was, like, thinking about that. I was gonna say it, but, you know, there's been a lot of scenes lately. A lot. I've been to the portal. Alright. Okay, I could do that too. Alright, that was everybody. I'm gonna end off this video here. I hope you all enjoyed this episode of EXO World vs. Sora Online Millennium Twilight. If you guys did, don't forget to leave a like on the video to let me know you guys enjoyed and want to see some more. Comment down below pretty much anything, like suggestions and all. Really does help. Subscribe if you're new to the channel and turn on notifications if you don't want to miss a video from this channel. But I want to thank you all for watching. My name is Kaz. I hope you all had a fantastic day. And I'll see you guys all again in the very next video. As well as, Black Lotus and Asuna. As well as, Silver Crow. Why am I bad with names? I'll see you guys all again in the next video. And goodbye.